収納が出たんですけれども、難しいところですね。2つ打っちゃいました。このように収納が出たんです。2つ取れればいいんだけど、で、しばらくこっちでね、これですよね。X は何でやったんだ。USDCHF ね。USDCHF ね。ここで来たんですね、しばらくね。これがいいんだろうね。1個しか対しできないんですよ。大変なんでね、X もシグナル来てもね。どっちのかな。これ見ると少しわかるんですね。落ちるかどうかね。あ、落ちるでしょう、これはね。ね、もうこれちょっと分かりますか。RSSI が28の周期の32の18の25なんですね。RSI の設定値ですね、2つですね。で、17ピープ水準で 82% です。このシグナルだと、勝率でね。厳しいですね、本当に。勝てるか分かんないですよ。上がっちゃったら困るわけですね。ね、全部負けになっちゃうんですね。
しょうがないですね。しょうがないですね。向こうどこで行こうかね。しょうがないですね。